部屋の中の長度はなかなかに立派で日頃相当のたしなみがあったらしく珍奇な小顔も一通りは並べてありますねえ親分あんな殺しは人間技じゃできませんよ物見の窓から首を出したところを人殴りにやらかしたんじゃありませんかその時天狗はどこにいたんだ天狗には羽がありますが窓の外にふわりと飛んで待ってくれよ八井 いかに身辺自在な天狗でも空に浮いていちゃこんな力技はできねえよ踏ん張る力がなかった日には天狗も肩なしだ平治はこんな冒涜的なことを言ってケロリとするのですするとどこにいたんでしょうその天狗様八五郎の鼻の穴は大きくなりました待ってくれ八もう一度俺は屋根の上が見ておめえはその窓から首を出しているんだ平治はそのまま外へ出ると いつもの物干しを登って屋根の上へ出ましたその頃ではまだ珍しくも高貴だった瓦を踏んで目当ての窓の上に出ると「八窓から首を出すんだよ少しは君も悪かろうが大丈夫だ今度は天狗じゃねえ俺だいいか」そう言われて八五郎が一尺の窓から首を出すと「はあ君あれその顔のあたりをゆらりと撫でて 手いいらしいもののが宙に去るのです。これが金槌だった日には、おめの横瓶は台無しだよ。へえ手ぬぐいを振ってもそれだけで驚くじゃねえか。平治ののの声は屋根の上から響くのです。第3章平次が屋根から物干しを伝わって降りてくると八五郎をはじめ大勢の人たちはそれを取り囲んでひしめきました。親分、 天狗はやっぱり屋根の上から技をしたんでそれは八五郎ですどこまでも天狗の技にしているのは明け惜しみというよりは江戸っ子に共通の名神壁かもしれませんおめえの顔を手ぬぐいで撫でたとるりよあれが金槌だった日には八五郎の横瓶はカサカサになるそんな獲物は屋根の上になかったんですがねえよ天狗じゃねえくせンは取り隠したことだろう 坪兵馬さんも屋根から疲れたよくよく高えところから技をしたがるくせんだよもっとも屋根を這い回ったおかげでいいもんがめっかったよこれは何だと思う平士は懐から2枚の竹べらを合わせて作った妙なものを取り出しました分かりませんね竹を削って薄い板にしたのを2枚合わせて中に青笹が入ってますね。 両方の端は糸で固く縛ってあるそれは幅五分ほど長さも三寸に満たぬ不思議なものでした笛だよ田舎神楽の狂言でオロチの悪霊がこれを含んだ両方の糸を耳にかけて口へくわえたまま息を吹いたり吸ったりするんだ笹笛には違えねえが芝笛とはまた違った不気味な音がするよ へ八五郎はそれを手に取りましたがまだ飲み込みかねるような顔をするのです「俺は甲州の田舎へ行った時里神楽でその笛を見たことがあるこんな具合にあるんだ」左右の糸を耳にかけると笛はちょうど平次の唇の上に来るのでした息に力を入れて吹くとひゅーひゅーと糸も悲うな声が出るのです。吹いいて息を吸い込むと 笛は少し違った陰気な音を立てて不気味にヒューヒッと高鳴りますあんまり気味のいいもんじゃありませんね四部屋根の上でその笛を吹かれたにちげえね主人の左近さんは肩気持ちでビクビクしているからその笛の音に驚いて一尺の物見の窓から首を出してその不気味な音を聞き定めようとした。 そこを屋根の上のくせ者は待ち構えて横殴りにガンとやったへえ気味が悪い八五郎はひょいっと首を縮めましたうちじゅうの者もこの笛の音を聞いたにちげえねどうだろう平治の声に応じて、そういえばヒューヒューと不気味な音がしたように思いますがおべんはそう言いますがあとの雇い人たちは母屋から離れているので誰も聞いたものはありません この上は屋根の上から殴った獲物さえ見つかりゃいいんだが、平次もそこまで来ると行き詰ってしまいました。そういえばお教さんが聞いたかもしれない。ケンタロウも一緒にいたはずだが。そのケンタロウはどこにいるんだ。まだ言いませんでしたね。これも大変な騒ぎでしたよ。第四章その笛の音を聞いた時刻は、平次はお弁に尋ねました。 ケンタロウのことも放ってはおけませんが、それよりは怪しい笛の根は主人サコンの殺された時ですから事件にとっては一番大事な鍵です。茶店のおばあさんが迎えに来る少し前でしたよ。少しと言っても死判時とは経っていなかったはずで、お弁は答えました。すると私は姿見橋の下で身づかりになっていた頃ね、あれから八五郎親分に助けられて。 小波は夕べの記憶をたどります。そのケンタロウ兄弟はどうしたんだ？平次は改めて八頃に問いかけました。四べ、なんかのはずみで二階のおおきょうさんの部屋の戸が開いていたんですよ。半飯を持って行ってそのまま閉め忘れたかもしれません。ともかく弟のケンタロウが姉のおおきょうを案じて二階を覗いてみるとおおきょうさんの檻の戸が開いているから閉めたとばかり閉ってしまった。 と言うんですよ「今日で久しぶりに会ったから何かと話しているうちに不思議なことにさっきまで開いていたとが出ようとすると頑固に閉まっている押しても引いても開きそうもねえからあの騒ぎをよそに今日で二人一晩酔っぴて話してしまったとこういうわけ今朝になってお京さんとケ太郎とウと二人2階の部屋に閉じ込められていることに気がついたが今更どうすることもできねえ。 その上主人の左近さんが死んでしまえばあのおきさんを占めておくわけがなくなるから二階の部屋から二人とも引き出しておなみさんとおべんさんが相談の上二人を下の南難度に入れてしまいましたまあざっとそんなわけでうーん不思議なこともあるもんだなともかくその兄弟に会ってみようか二人ともすっかり陽気になっていますよ八五郎は開画の難度に案内しました中はガラクタの採石で 足の踏みどころもない有様ですがメシウドのお経兄弟はその薄暗いガラクタの中にも大した屈託もないのんびりした様子でしたおや手にごとの親分今日あたりは親分が来そうな日取りだと思ったよタ太郎は平次を見るとこんな口を聞くのです大層な機嫌だがこのうちじゃ主人が殺されて大騒ぎだよ。平は にがりきった顔でそれに一首を報いましたそうだってね天罰だよ天狗様だってあんな悪いやつをいつまでも我慢してみちゃいねえだろうおかげでこちとらは極卒の手を離れたのんびりと江戸見物もできようというもんさ健太郎はこんな調子でまくし立てるのです穏やかじゃねえぜ坊ちゃん坊ちゃん嬉しいね久しぶりの扱いだが同じことなら若様とでも言ってもらいてえよ ところで主人が殺されたんだ同じ屋根の下にいたおめえさんたちを黙って勝手な真似はさせられねえ四ん5つから4つまでの間おめえさんたちは何をしていたんだ平治の顔はまだ難しくこわばっておりますおいらが2階へ来たのは5つちょうどさ姉上の部屋が空いていたからそこへ滑り込んで半時ばかり気がつくと戸が閉まっているんだそれから鷹をくくって明け方まで話し込んだのさ健太郎は ケロリとしてここんなことを言うのですやせ浪人第一章坊ちゃんいや若さまでもいいおめさんたちを閉じ込めて強引にお京さんを嫁にしようとした鵜國左近さんは死んじまったんだその下手人を縛るのはこっちの役目だがその前にいろんな戦いきさつを聞いておきて今となっちゃ誰にも遠慮なく話せるに違えねえと思うがどうだろう銭形平次は こう打ち解けた調子でタ太郎の気を誘ってみましたお言葉だがな平次親分左近は死んだけれどまだこっちには遠慮も気兼ねもあるとしたらどんなもんだベランイ御曹司のタ太郎は両手を腰に当てたまま存分に踏んぞり返ってこんな傲慢な口を聞くのですそいつは気がつかなかったよ誰に遠慮があるんだいそう,いう 江戸の待ち方が人一人を閉じ込めて強引に気に染まない祝言をさせようとした大泥棒の裏切り野郎の人でなしに弔問一本で手が出せなかったじゃないかなんと鵜鼓左近は「家侍」とか「北面の武士」とか「雑商とか言っているがあれはただの下廊の成り上がり身分も見識もある男じゃねえぜタ太郎のこう言い切る顔赤づいてはいるが見ようによっては 魅力のような高貴な表には激怒の血が逆上するのです。